動きやすいんですよ、うん、そして足首の口、あの特にあの足首っていうのは捻挫もだけど、あのシーバー病、シーバー病ってここに感じですけど、ここのこの骨、この骨、ね、あとこの足首のこの骨の形を覚えとってほしい。ここにはこれかかとってあるんだけどね、かかとのところにこれ一つの骨じゃないのこれ、ね、この骨だからここの中でここまでとここから中と分かれてるんですこれ、うん、だからアブチ打つんだったらここに打つ、ここに打つはいいんだけど、ここはまた別です。でこういうふうに何段階もに分かれてるからこそ、上からドンとジャンプして着地したりしたときに力の分散ができるわけ、うん、だから平べったくないでしょ、丸いでしょ、だから曲線で逃げるから、これがこれでね、こう丸んで丸んで四角をペタれたらダーンと全部これ同じ方向ね、だからこうなってこないとどう、ダーンって言ったときに全部力を分散するんです、うん、それでこういう風になってますよ。で、この動かすときにまずこれを動かしてください、ね、で、もしそれはあの今の動画を見て捻挫が先であれば、捻挫だったらこうしたときにどこが痛いか、ね、これで本人にちょっとこっちこう持ってきてって持ってください、持っていってよ、こうそうそう、痛いか痛くない、はい、じゃあこっちグーッとして、で、ここが痛い、あるいはこの辺が痛い、ね、でこの辺が痛いところにここがあります。だからガツンとこういってこう下げた場合はここに痛みが来てます、うん、こういった場合だけだったらここが伸ばされるんでここに痛みが来ます。だから捻挫してからこうやって荷重がかかったのか、もしかかっとったらここじゃなくてここが痛いからここにこうじゃないよ、こうです、これここのくっついてるのを剥がすような感じ、こうやってその時に反対側に入れようと、ここに、ね、ここにちゃんとこういって衝撃がこの骨に行ったらこの指の こちらに衝撃が来ます、これトントン、ね、で今度はここ、これもこうじゃなくてもこのぐらいでいいです、これも反対側に入れようとますよ、行きます、そして動かしたら動きは軽くなっているはずです。そしてもう一つはこれがこうした時に、ね、ここに違和感があるのか、ここに違和感があるのか、非常にアジャストするよね、こう持ってここに違和感があってこうなったのであれば、ここからこう持ってこっちこんな感じでこういう感じで引っ張る感じ、こういう感じで、ね、でこっちだったらこれをこのまま来てグッとこう開いておいてこういうふうにやっていきます。そしてなおかつ自分はまだアジャストが下手やなと、ね、ちょっとうまくでいかなかったな、その時は別に下手は下手でいいです、その時にアクチベーターで補ってください。そしたらこうこうペコと引きます、これ人体ですから、こう引っ込んだところにこう持ってきてこの方向に落としてやるね、こうやってこうやってこうやっ て, こ, うやって、ね、こっちであればここからこういうこうじゃないよ、こう持ってきておいてこれをこっち落としてやる、こういう、これが捻挫の時のアクチベーター。そしてついでにするんだったらこのここのところちょっとこうこれペコンとして引っ込みます。この骨とこの骨と別々です。でここにこうやって落としてまたシーバー病の時でも今の打ち方で OK です。ただシーバー病の場合はこの打ち方でいいんだけど、ここからこういうふうにいっとる、いや俗に言う測定筋ですね、これはダメだからシーバー病になったんだから、そこをテーピングしてやるなりして
人と出てってね、元気にしてやって、ここで安心してやって、それは終盤でも OK です。ここにこう、ね、測定筋テープを押してたよね、それすれば OK。測定筋テープここから、ああこう、こう、こう。ああいうテープでね。そうそう。はい、これ練習してますかね。はい。